おお、だいぶですね。あのあと接骨院行く前に、はい、お風呂で取っちゃって、うん、でこれが こんな感じで、これだけかさぶたもだいぶ張ってそれも薄くなってるんで、もうこれやってもいいんですか、これ。あ、それに関しては、うん、ここのかさぶたがなくなってからにしてください。あ、はい、わかりました。かさぶた剥がしちゃうと薄皮むけて、うん、そこからちょっと血が出たりとかするとちょっと嫌なんで。あ、はい、じゃあ今 ここに結構硬いんですよ、はい、癒着して。ちょっと失礼しますね。あ、そうですね。そしたらですね、こっちはもうだいぶくっついてるというか、皮膚がもう多分薄皮がこう向けておしまいになるんで、はい、こことここを押さえて、はい、同じ方向に、はい、と互い違いで、その後にここにはちょっとまだ触らないんですが、上と下から押して、押した後に動かす、はい、押した後に動かす、はい、でこれつまんでからこういくとちょっと傷口 の上のところが刺激されちゃうんで、はい、まだ平行に、あ、はい、傷口に平行に、方向的には上から下ですか、はい、あ、方向にしてはまず最初に上に行った後に下に行きましょう、はい、上下、はい、という感じです。やっぱりそうですね、ちょっとここに水分が溜まってますね。あ、ここだけちょっとこう押すとへこむグニュっていうのがあるんですけど、触るとちょっとグニュっていうのがあるんで、こっちないもんね。ないんです。あ、これは水分、それが水分でちょっと循環、あ、まあでももう内出血ないんで、はい、だいぶ飛ばせたんで、これを、うん、またさらに水分を溜めないように動かして動かして動かして、はい、上下上下ですね、上下上下ですね。でこれ何回やってもいい感じ、これ何回やってもいいです、はい、ただ1回につき5分ぐらい、はい、はい、これは気持ちいい。でこれをまあちょっとまああんまり強めに押さなくていいので、うん、軽くこのそれこそこの水分溜まってるところがへこむぐらい、はい、で動かす。でここはこの方で、ね、このあまり大きくこうまだ動かさなくていいんで、はい、細かくちっちゃく動かしましょう、はい、細かくですね、はい、でいざかさぶたが取れて、もうねおそらくあと2日3日すれば取れるんで、ここも全部取れてきたら傷口の上もいきます。ここあんまりむくんでないんですけど、はい、ここやっていただくと、ね、気持ちいい、これ気持ちいいですね、うんうんうん、でこのここの骨の後ろというか、はい、今僕がこう触ったここって筋肉の腱が走ってるところなんですけど、はい、抜擢する前はとにかくプレートで邪魔されたんです、はい、なのでこれちょっと硬くなりやすくなってるんで、はい、これはもうあのいつも僕こうやって流す、はい、流して、はい、そこの筋肉と同じのを狙って、うん、上から下に、これは上から下に、あ、これは効く、これは割と強めですか。これは割と強くやっちゃっていいです、うん、これゆうじくんやって、傷口から離れている状態であれば割と力も入れて大丈夫です。うん、すごく気持ちいい。この間より筋肉の伸び率が圧倒的に動きやすくなってるんで、じゃあ今がチャンスですね。そうですね、でもこれもいけるな。ちょっと以前より筋肉の繊維硬くなってますね、はい、ここが、うん、ただやってなかったからね。そうです、そうです。今日に土曜日、今日土曜日、はい、2週間前の日曜日に富山に飛んでって、ね、はい、そうですよね、そこから2週間くらいこれ動かせてないんで、まあでもここからここから、はい、石田さんの筋力だったり体だったらもうどんどん柔らかくなっていくんで、はい、はい、これは今朝ゆうじくんにやってもらったね、うん、うん、でもいいですね、おさらいの感じで。そうだね、うん、これから朝晩、そうなんです、はい、内側外側ってやっていただいて、はい、3回くらい、3回くらいですね。
理不尽なやることが増えたね。ちょっと増えちゃいますが、お願いします。まあ自分でもやるけど。そうですね。これはもうガーゼ剥がしたらまた全然違う世界。もうあのそうですね。あここもやっちゃう。あこれ。これ聞きます。これちょっと新しいところです。うんうん、より細かいところです。今までできなかった。そう、今まではできなかったんですけど、うん、いや、めっちゃ効くわ、で、この骨、すねの骨の近い、一番近いところ今やらせてもらっていいですか、はい、ここは、はい、そんなにこう筋肉が伸びる場所じゃないんで、うん、あのやってる感じ、こことかは多分全然違うと思います、はい、こっちの方が硬く感じると思うんですけど、ギュッてやると、引っ張れてるんですけど、うん、こっちのやらっていただいてる感じとは感覚が多分全然違うんで、ここが痛い、本当にそうです、ここが痛い、ちょっとですね、うん、いててて、あうん、うわ固まってるのか、ちょっとじわじわしますね、うんうんうん、これも動かしましょう、ここは局所的にやりたい、これも骨の際ですよね、ここに、あそうです、骨の際です、際際です、はい、はい、もうそのすねの骨が大きくこうあるんですけど横の側面に走っていて、ここが一番の出っ張りのところの線があるんで、これをちょっと下に落ちちゃった指でなぞっていくと、ここに骨の当たるところがあって、膨らんでカクンってちょっと落ちる、ここに筋肉の繊維があるんでこれ久々の感じです、痛い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 ここはそうです、そんなに強く、あの多分結構痛いんで、あ、はい、じゃあ思ったよりそんなに強く押してないってことですか、押してないですね、なるほど、今僕が触らせていただいた力です、ちょっとすみません、はい、このくらいです、あそのくらいですか、はい、痛い痛い痛いまだ手当てますでもそこは局所だな、そうなんです、でここピンがあったんでできなかったんですけど、あここが動かせるようにしてるんで、うわピンがあったところだって、なるほど、ちょっと僕は指があの動きやすいのでここをこうやってやれるんですけど、ちょっとこれはあのやらなくて大丈夫です、はい、やらないでください、難しそう、よしやらないでください今夜覚えてるなここはやっちゃいけないよ、うわそうか、ピンがあったところだからか、そうなんです、ここはね、もうあの糸がもう溶けてなくなってますよね、黒だと思うんだけど、あもうないっす ね、ここ多分この端の中にあるこの細いやつですよね、このここに映ってる何色糸、多分ね黒濃い色かな、はい、ここにある、まあ、ちょっとね血の色も混ざってるんですけど、はいはい、ここにあるこういう細いこの繊維なんで、はい、こっちは多分ないかな、ちょっと失礼しますね、あ多分ないですね、もともとそこもう切れたんだとこだから、ところなんで、はい、でこのケロイドのところも なくなりそうですね、うん、だいぶケロイドちっちゃくなったというか、うんうん、あれすごいボコボコしてたのが、うん、でここもちょっとまだ、はい、この傷口がもうちょっと、溶けてからがいいので、はい、一緒に手繰り寄せるっていうのをしないで、はい、一緒に上下、はい、上下だけで、はい、傷口引きつれる感じしないです、今大丈夫です、大丈夫ですか、はい、うわ気持ちいい、じゃとりあえずこの土日はこの感じでやって、そうですね、はい、でまた月曜日お伺いした時にそうですね、とこれでどういう感じになってるかっていうので、はい、まあトレーニングに関しては結構今の感じであの始めちゃって大丈夫です、はい、はい、そうですね。
やっぱりちょっと止まってたところ、プレートのあの大きい受け皿の下のここがあったところは少し、あのスプーンみたいなところがここになってるんです。うわ、こういう風にスプーンみたいな感じで入ってるんで、すごい手術だったね。いやー、すごい手術でした、ね。ちょっと伸ばしてくるね。なるほど、なるほど。これをあの本当に富山の病院で抜歯した後に、はい、これをやっとけばね、うん、あのケロイドとかもあんなにならなかったかもしれない。まあでも結構先生とか理学療法、あ、最近理学療法士さんも言うか、あんまり皮膚のこと言わないんですよ。あ、皮膚は閉じればいいからみたいな。いや、もういかにこの皮膚のコントロールを早くできるかによって、もう後々綺麗になるんで、やってなかったのね、スワでもね、これこれ、ね、多分接骨院の先生だったりとかも、うん、知らない人とか結構いる。皮膚は嫌みたいな、あんまりやらないですっていう先生もいると思います、うん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 。結局ここが引きつれちゃう、最終的に。そうなんです、最終的にここどうしてもあの縫い合わせてはいないんですが、うん、どうしても傷のところをこういうふうに寄せてくっつけてるんで、はい、どうしてもその分でここが引きつれちゃうことがあるんですよね、うんうん。これはじゃあちょっとお願いします、ゆうじくん。なんか滑るようなクリームとか塗った方がいいですか？あ、塗ってもいいと思います。でクリーム塗った場合です、今みたいに僕この前はこっちの手ずっと固定してこうやってたんですけど、クリームがあったらこっちの手も滑らしちゃって大丈夫です。右手滑らせながら左手ちょっと下にする。でずらすずらすずらす。わ、それは気持ちいいな。でこれに関しては固定していただいて流して一回下まで流れた後に最後ですね、はい。すごい楽になった。これできると一気にそれこそ溜まってた水分とかが全部流れるんで、うんうんうん、水分が溜まってるってどんな水分なんだろう。あの体の中に必ずある水分なんで、あとはもう体の中に循環してる水です。楽楽楽、痒くなってきた。ちょっと痒くなってきますね、うん、あの削り量も上がってくるんで、るちょっと痒く。それって今日もこの間のビリビリのやつやった？やります。はい。あれはちょっともうしばらくやりますので。はい、昨日初めて、はい、足の裏から、はい、あれなんだ、超音波です。超音波？はい。その時にもう最初は痛い痛いってやってたんですけど、はい、昨日は3分間、はい、我慢できてます。おお、よしよし。それだけ炎症が引いてきたって。もうそうですね。炎症が引きながら出ながらそれで循環を上げていって回復能力を上げていってってことですね。ユージ君実はこれもやってもらいたい人、自分だと痛くてできない、うん、結構痛いですからね。多分縮んでこうやってかがんでやるから、はい、で今みたいにこうやって寝てこう伸ばすと痛くなくて気持ちいい、うん、ああはい、いや、そうめっちゃそうか、伸ばすのと縮むのとちょっと足首の角度が変わってくるんですよ。大変動いてしまっていた曲さん、はい。ここの虚骨のここの関節のところで奥に虚骨がちょっと触れるところがあるので、はい、少しこれ親指当てていただいた後にちょっと指を押し込みます。そうすると軽くですね、こちら側に骨が当たるんですよ。それが虚骨なので押し込んでこっち側に当たるものを多少下に押し込む形。これ効きますね。
どうしてもまあ人体がやっぱり切れてしまったり、ちょっと痛めてしまったりというのはあるんで、骨折治ってもちょっと胸骨のバランスがずれたりするんですよ。それを元に戻ってください、戻ってくださいっていう。でもしこれ親指でちょっと触るのがあらどうかなと思ったら、もうこれ当てちゃって、これはやっていただいてると思うんですけど、これ当てちゃってやっていただくのが、あの広く足全部押せるんで、めっちゃ効く。すいません。こう握っていただいて、下から上に、下から上に、下から上、下から上に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 。でふくらはぎのこの中腹のあの筋肉の膨らみが一番大きいところに来ると、腓腹筋ってこうやって掴めるんです。で腓腹筋もほぐしてほしいんですけど、腓腹筋の間から奥にあるヒラメ筋が触れるんで、これを下から上に、これを下から上に。石田さん、ヒラメ筋ちょっと硬いんで、あの、まあ、結構皆さん硬いですけど、ヒラメ筋押すとちょっとううってなりますんで。で慣れてきたらちょっとテンポよく下から上に、下から上に、下から上に。なるほど。でもこれはテンポが速ければ効くってわけでもないので。あ、気持ちいい。しっかり揉み込んでやるっていうか、押し込んでやることが大切ってことですね。はい、下から上に上がって上がって上がってっていうのを、で足をこういろいろこう関節のところやらせていただいて、流れが出始めるんで、それをイメージとしては下から上に上げてあげる、体の方に流してあげるっていうイメージですね。この状態で潰していって離します。あ、キックはこれは、やばい、腹筋もお尻も鍛えられる。ああ足つる、つりますね。はい、これちょっと仰向けになってください。はい、ちょっと伸ばしましょう。はい、うわ、今のキック、あ、家でやってみる。こっち伸ばしていた、こっちまで伸ばしてます。はい、つったよ、久しぶりに。足つらないそうなんだけど。曲げていただいた状態で、伸びる方が変わるので、これちょっとふーっと戻ってくると思いますので、はい、そうですね、取材がちょっと今の話でしょうか、はい、詳しくお願いしましょうか。これ腰をどう、あ、足をついちゃった、足をついた状態でここに潰していただいたから、ここからこれを上げる、はい、で OK です、 OK です、はい、でね、もうちょっとだけ、ちょっと落とすんです。そう、ここが反らないように、あ、ここはまっすぐのまま、はい、この状態で潰していく、で離す、で潰しましょう、で離していきますっていう感じです。これはこれ、これはね、あの空気がないからこうだけど、あ、そうですね、空気あるともうちょっと、はい、パンパンのやつの方がちょっとやりやすいかもしれない。はい、はい、ありがとうございます。宿題また増えて、次の方います、今入れしました、あ、これやってきます、ありがとうございます、ちょっと興味ない、ちょっと興味ない、はい、ありがとうございます、まあ、できる強みです、はい、はい、お待ちしております、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、はい、先生ありがとうございます、毎度。いや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 、久しぶりの術後の方なんで、あ、そうそういうことか。
結構むくみはありますね、うん、もうここがボコって盛り上がってるのが、はい、前言った血行障害のむくみですね、うん、はい、どこまでだ、あ、ごめんなさいね、ちょっと頑張って、あ、全然大丈夫、うん、大丈夫、はい、あ、じゃあ先週より、この前よりいいっすね、そうか、1週間前の土曜日も見てもらってるから、どっちが文字だよな、多分ここら辺まで開いてるはずなんですよ。おお、そうですよね、ここで皮膚の動きがもう変わってくるんで、うんうんうん、中がくっついてるんですよ、だってこんなのが入ってたんですね、うんうん、そうですね、で、簡単なんですが、こっちがこれぐらい動くんですよ、はい、でこっちの方が動きが悪いの分かります、ね、分かります、で、傷口開かないように、はい、自分でやるのが一番で、はい、傷口がピリッとしたら力入れすぎです、はい、で指何本かで皮膚を少し押します、少し押してこうやって動かしてください、はい、おお、こうやってやって、はい、特にここ自分でやると分かると思うんですけど、うん、ここのところをこうじゃないですか、はい、で正常はこうです、あらららら、これで、うんうん、これはここがここに引っ張られて動きが悪いです、はいはい、で動きが悪い原因のとこ行くともっとすごいでしょ、うん、でこれって右でやりたいけど、あ、どっちでもいいですよ、こうじゃない、うん、いいよいいよいいよ、右利きだから何やって、あ、僕すいません左なんです、あ、左利き、そうそう、で全然違う、そうでしょ、うん、で何が起きてるかっていうと、うん、ここを切ってるんですけど、うん、中を開いてて、ここのここら辺のところで、いわゆるいい意味でね、癒着しなきゃいけないんですよ、うん、くっつけなきゃいけないから、はい、繊維化起こってて、はい、過剰にくっついてるから、はい、皮膚の動き悪くなってるんです、こうやって、うんうんうん、で、これリハビリがちょっと長引く時があるので、はい、痛くない範囲で、はい、傷口開かないように、うんうんうん、こうやって中をマッサージしてあげてください、はい、そうするとここの血行が良くなってくるので、うんうんうん、いろいろとうまく進んでいくようになります、特にもうここは思いっきり浮腫ができてます、はい、のでそこも抑え込んで、この気になってるのは これって何なんですかね、ちょっといいですか、この傷、ここら辺にいろいろピッ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 、糸なんじゃない、あ、傷の可能性もあるんですけど、うん、中の血液がこうにじみ出て、毛穴からにじみ出てるんじゃないですか、ね、ああ、そういうことか、うん、そういう感じ、特にここら辺とかそう、結構いっぱいあって、なんだろう、うん、これぐらいだったら、早めに治ってくるんで大丈夫だと思います、とりあえず、いや、こう、硬いよ、うん、触ったらこう、ちょっといいですか、あ、全然違う、そうですね、押し、硬いね、やっぱり、ここも中がまだ硬いので、はい、もうちょっとくっついてきて、かさぶたが取れてるところぐらいはもう開かないので、ここもこうやって動かしちゃっていいっすね、あ、はい、震源地なのでここ触ったら多分硬いっすね、硬い硬い、明らかに、あ、全然違う、そりゃね、うん、そんな手術したんだもんね、うん、そうですね、はい、うん、そんな感じでやると比較的、はい、いろいろと、はい、ありがとうございます、進んでいくと思います、うん、黄色いね、ここね、まあ、癒着しても最終的にほぐしてやらないと引きつれ抜けになっちゃうっていうイメージで、そうですね、そうですね、そんな感じ、うん、普通に生活していけば、今皮膚と筋膜っていう間の癒着というか、まあ、繊維化って我々は言うんですけど、はい、それを引き剥がすようなやり方なんですけど、はい、取れてくるんですけど、別に取れてくるけど今取っても問題ないんですよ、はい、だから先取っちゃっていいと思います、はい。